第9競争出走各馬入場です。東京第9レースはフリージア賞3歳1勝クラス芝の 2000m10 頭で争われます。1番ジェロモジー482kg変わらず戸崎啓太54kg、2番シリアルノベル472kg マイナス4kg横山武56kg、3番西のプロポーズ482kg マイナス10kg 三浦康生56kg、4番サス剣490kg プラス8kg クリストフルメール56kg、5番ルーチェロッサ454kg 変わらず横山龍斗54kg、6番ホーオービスケッツ496kg プラス8kg 横山勝夫56kg、7番マキシ488kg マイナス10kg テオバシュロ56kg、8番マイネルビジョン458kg 変わらず柴田大地56kg、9番アップトゥーミー482kg マイナス2kg 田辺博信54kg、そして10番ジェイ・パームス496kg プラス2kg ジョアン・モレイラ56kg の騎乗です。以上の10頭で争われます東京第9競争フリージア賞、発走までもうしばらくお待ちください。東京競馬第9競争フリージア賞3歳1勝クラス芝の 2000m10 頭で争われます。1コーナーポケット地点からのスタートです。枠入りは4番サスツルギ、今馬体をスムーズに収めて最後9番アップトゥーミー、9番のアップトゥーミーがこれから向かうところです。一度回されて勢いをつけて9番ゲート今収まりました。これで全馬ゲートの中スタートしました。
7番マクシ、4番サスルギが後方です。さあ先行争い、まずは外からスーッと6番のホーボービスケッツ先頭に立ってリードを2馬身と広げました。2番手に外2番のシリアルノベル、そのうちに並ぶ1番のジェモロジー、2番手が2頭です。それから3馬身差8番マイヌルビジョンが4番手、向こう正面へと入っていきます。花に立ったのは6番のホーボービスケッツ、後続に3馬身のリード、2番手は2頭並んで2番のシリアルノベルが外、内側1番ジェモロジー、その後は4馬身差、4番手8番マイヌルビジョン、1馬身その後ろに10番ジェイパームス、あとは1馬身差、外に9番アップトゥミーがつけて、そのうち3番西のプロポーズ、直後に5番のルーチェロッサ、後方2番手7番マクシ、最後方追走は1馬身半差、4番サスツルギという体型。各馬3コーナーのカーブにこれから向かいます。6番ホーボービスケッツが先頭、リードは2馬身ぐらい、2番手は2頭、2番のシリアルノベル、うち1番のジェモロジー、残り 1000m を通過、61秒ぐらいで通過しています。さあ外から一気に7番のマキシが6番のホーボービスケッツに迫っていって先団2頭、その後は2馬身差、2番のシリアルノベル、内が1番のジェモロジー、その後ろ9番アップトゥミー、その後ろに下がって10番ジェイパームス、内並ぶ8番のマイネルビジョン、後方に5番のルーチェロッサ、その内に3番西のプロポーズ、600を通過、2馬身差、最後方4番のサッスルギ、4コーナーをカーブ直線に入りました。逃げる6番ホーボービスケッツにマキシが迫ってくる、その後ろは2馬身離れて1番のジェモロジーが3番で最内マイネルビジョン、間からはジェイパームス、そしてバウンのソニー、2番のシリアルノベル、その後方からサスツルギが追い出してきた。さあ坂を駆け上がって先頭6番のホーボービスケッツ200を通過、リードは2馬身、外からサスツルギがぐんぐん差を詰める、マキシが内から、間からは1番のジェモロジー、2番手争い、先頭6番ホーボービスケッツ、サスツルギ2番手に上がった、ホーボービスケッツゴールイン、逃げ切りました。3番手が7番のマキシ、6番ホーオービスケッツ鮮やかに逃げ切っています。最後方から外追い込んだ4番サスルギ2番手まで、その後に7番のマキシ3番手、1番ジェモロジー4番手です。その後に10番ジェイパームス5番手の入線、立ち時計1分59秒3、上がり4ハロン45秒9、3ハロン34秒3でした。東京競馬第9競走フリージア賞、6番のホーボービスケッツ、これでデビューから2連勝、今日は2ヶ月ぶりの実戦でしたが、新馬そしてこの特別と無傷の2連勝となりました。1着6番ホーボービスケッツ、鞍上横山和夫騎手、2着4番サスツルギ、3着7番マクシ、4着1番ジェモロジー、5着10番ジェイパームス、確定までお待ちください。デビュー戦は中山のマイル戦を逃げ切りまして、今日は府中の2000メートルをまたしても逃げ切ったということになります。ホービスケッツ、父はマインドイワビスケッツという血統ですけれどもね、この2戦を勝てたというのは大きいかもしれませんね。1分59秒3という時計が出ています。6番4番7番で点滅が始まりました。7番人気、2番人気、4番人気の順です。単勝6番 26.5 倍、枠連4673.9 倍、馬連4番6番 60.3 倍、馬単6番4番 167.3 倍、三連複4番6番7番134.5 倍、三連単6番4番7番 1245.8 倍です。確定までお待ちください。